ついに一気の記憶が。はい、どうもニャーニーです。本日は1日遅れの仮面ライダーリバイス第47話の感想&考察をやっていきたいと思います。まずですね、冒頭から映画バトルファミリアの後と分かる演出がありましたね。ジョージがあんたの悪魔はもういない、せいせいするよというセリフはバトルファミリアでマスミの悪魔シックが消えたということを表しているんだというふうに思います。例えばこれ映画を見ていない人はこのシーンを見た時にどんな気持ちで見てたんですかね。また違った見方もできるかもしれないですよね。まだ映画を見ていない方ってこの冒頭のシーンのセリフをどういう感じで捉えたのか、よかったらコメントで教えてください。そしてあいつが再登場しましたね。それがボンですよね。おとりになった代わりにケーキが短くしてもらえるっていう話があったとは思うので、だからこそボンはこの時期に戻ってこれたってことなんですかね。最終回あたりもしかすると綾香とかもね出てきたりするかもしれないですよね。ということで今日もね気になるポイントに絞ってお話ししていきましょう。本日のポイントはこちら。1、ジョージの狙いは。2、一気の記憶がついに、という点についてねお話ししていきましょう。ニヤニヤチャンネル。人類の未来のため存在する全てのライダーシステムをライダーを駆逐する、それが私の最後の使命なんだよ、ということでですね、めちゃくちゃかっこいい変身をしたわけなんですけれども、この若干ねこのクーガのアークルっぽい音声入ってませんでした？ハモさんもほんまにね幸せ者ですよね。今こうねかなりダーク寄りな仮面ライダーなんですけど、自分が好きなクーガをモデルとしたであろう仮面ライダーになれるってもう最高ですよね。で、まあ話はちょっとね本題に入っていって、予告考察でも言ったようにジョージの狙いは仮面ライダー、そしてライダーシステムを全て使えなくするということだったので、当たってるように思ったんですけど、当たってないとも思ったんですよね。それが大地がジョージにベルトを返すように一輝やさくらに提案して実際に返そうとしたんですけど、ジョージの答えはこれでした。それでは意味がないと言ってるんですよね。まあ確かにそれであればですね、ジョージから普通にこのね3兄弟に向かってもう必要ないからもうベルト返してくれへんかって言えば済む話でもあったように思うので、それをわざわざ自分用のベルトを作ってまで潰しにかかるってことはやっぱりこの3兄弟とは戦わないといけない理由がありそうなんですよね。そしてジョージは大事のあるセリフに大きく反応しました。それがですね、もうこれ以上俺たち家族から何も奪わないでください、このセリフだったんですよね。もうガールズリミックスの方をご覧になった方はわかるとは思うんですけど、ガールズリミックスの方でも些細な言葉からさくらと花の仲がこじれてしまいましたよね。それはおそらくこのさくらの本当の家族、本物の家族、ちょっとどっちか忘れたんですけど、その言葉だったというふうに思います。リバイスはこれまで家族をテーマにやってきましたけど、47話そしてガールズリミックスともにこのテーマであった家族っていう単語が問題になってきております。自分の父マスミとの関係が良くなかったジョージにとって五十嵐家が嫉妬の対象になってしまったようにも感じるんですよね。そして花もそうですよね。家族がいないと思われてた花に対して、デッドマン図がね家族のような存在であったりとか、そしてウィークエンドもその後家のような存在になった組織ではありましたよね。それがですね、さくらの本当の家族という言葉に花はねショックを受けたんじゃないかなというふうに思うんですよね。五十嵐家はいろいろあったけど今ではめちゃくちゃいい家族じゃないですか。朝ごはん食べて目玉焼き最高だったよって皆さんお母さんに言ったことありますか？多分ないですよね。でしかも目玉焼きって卵焼きと違って誰が作っても大体同じ味になると思うんですけど、それを最高だったよという大事はもうほんまにいい家庭で育った優しい子っていう感じの象徴じゃないですか。でこの家族を父親がいないジョージ、家族がいない花が嫉妬するのもおかしくないですよね。でもこの五十嵐家の平和を守ってきた存在の一人にマスミがいるとは思うんですよ。悪魔を生む原因になったのもマスミではあるんですけども、あの時順平に手術をしてなかったら今の五十嵐家はないんですよね。そしてマスミは戦う術をこの五十嵐家にね与え続けて、本当にこの五十嵐家を守り続けてきました。で
マスミが命を懸けてでも守りたかった、守ってきた五十嵐家を自分が作ったライダーで壊したいと思ってるね、可能性は全然あるんじゃないかなというふうに思います。それが自分の父が作ったライダーを駆逐するにつながってくるんじゃないかなというふうに感じております。その手始めに仮面ライダーアギレラである花を狙ったんじゃないかなと思います。オーバーデモンズはですね、あの常時性ではあるんですけど、そこに関してはですね、そこにいたから仕方なくっていう可能性も全然ありますよね。まあでもあのオーバーデモンズも一応仮面ライダーではあるから駆逐対象だとしてもおかしくはないか。で、ここまで話した内容だけならですね、ジョージはこう真っ黒に見えるんですけど、完全に裏の狙いとして何かこう隠してそうなところがありましたよね。このヒロミとジョージのシーンを見てもなんかそう感じるところがあったんですよね。まず普通にジョージはヒロミとは合ってる時点でもう他とは関わらない、一人で生きていくみたいな感じはね、あのなさそうじゃないですか。そしてヒロミの本当にそれが目的かの質問に対してジョージはそれ以外何があるというふうに答えてるんですけど、ヒロミはここから何かを感じ取ったのかもしれません。本当にこの言い方的にそれ以外にこう完全に何かありそうですよね。ここで何かを感じ取ったヒロミさんは次回以降なんか今までと違う行動を起こしてきそうな気がしてるんですよね。例えばこれがあの予告考察で話した一気の記憶を取り戻すための行為だった場合、ヒロミさんは一気が記憶をなくしていることを多分ね知らないと思うんですけど、一気や三兄弟のためと分かればヒロミさんも、ジョージに手を貸す展開もあるんちゃうかなというふうに思います。ヒロミが最後に使ったデモンズドライバーも確か悪魔の力を使わない仕様になってたと思うので、ジョージとヒロミで五十嵐三兄弟を駆逐するかもしれないですね。ニヤニヤチャンネル、一気の記憶がついに。皆さんここどうでしたか？めちゃくちゃ辛くなかったですか？え、一気の表情怖い。うわ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 、マジか。これちょっと泣けてきた俺。ちょっとこれ辛い。ほらね、涙腺がおかしいんですよ最近。このママさんが荷物をどさっと落とすタイミングとか、もう今まで一番ですね家族を支えてきて守ってきたママさんはですねかなりショックやったと思います。これが一番見たくなかったシーンですよね。今回あの上堀内監督は誰も殺さず一気の記憶だけ殺しに来るんじゃないかなというふうに思いました。っていうかですね、やっぱりこういうシーンって上堀内監督めちゃめちゃ作るのうまいですよね。そらこんなね大事な回を上堀内監督に任すわなって思いました。でここで新たなことが分かってきた気がします。カゲロウのセリフからなんですけれども、何かを得るためには何かを失う、等価交換だ、それを覚悟してお前らも俺たち悪魔と契約したんだろう。等価交換って単語もですねかなり気になるんですけども、そこじゃなくてお前らも俺たちと契約したんだろうってところが僕はちょっと気になりました。今まで僕はですね、一輝と源太は、まあ、契約してるけど、さくらと大二は契約してないんじゃないかなっていう話をしてきたわけなんですけど、今回でさくらも大二も悪魔とは契約していたことが分かりました。そしてまた影朗のセリフなんですけども、一輝とバイスはそういう契約だったってだけだ、嘆いても現実は変わらねえ、変えられないなら狩崎を倒すしかねえと言ってるんだよっていう感じでね、言ってるんですけど、前回ぐらいからカゲロウっていろいろこう確信をついたセリフ多いですよね。今回のこのセリフもなかなか的を得てる感じがしません？大二がこう頭脳明晰な部分ってカゲロウの影響が大きかったりするんちゃうかなというふうに思ったんですよね。一気とバイスはまあそういう契約だったとなればですね、ちょっと大二とカゲロウ、そしてさくらとラブコフの契約も気になってきますよね。この2人は戦うことに関してリスクは一切ないんですよね。13、14話あたりでは急に入れ替わって劣勢になるのがリスクやったけど、今となってはカゲロウめちゃくちゃいい子なんで、そのリスクはなくなったじゃないですか。
今あるリスクは、まあ、急に変わるってことぐらいじゃないですかね。そしてさくらもラブコフは、まあ、自分の弱い部分であり、戦闘中はですね守りながら戦わなあかんかったりと一応大変な部分はあるんですけど、投下交換ってほどの投下でもないですよね。これはおそらくね本編ではもう時間がないから V シネとかで回収してくれるというふうには思っております。で、気になったのは一気とバイスはそういう契約だったっていうところなんですよね。この二人って18年前にも契約してるんですけど、第2話でも契約してるんですよね。皆さん覚えてますか？これはバイスから一気の契約ではなくて、一気からバイスへの契約だったんですよ。その内容がですね、俺の言うことは守れという契約でした。で、それに対してバイスはですね、一気の言うことを守りますっていう感じで言い切ってました。この2話での契約ってここまで結構スルーされてるっていうか、もうなんかなかったようなかったことにされてるような気もするんですけど、バイスはずっとこう今思うと一気の言うことをね守り続けてきたように思うんですよね。バイス行くぞっていうねセリフって結構今まで聞いてきたとは思うんですけど、ちゃんとバイスは一気と一緒にずっと戦ってきましたよね。なんかこの契約にちょっと僕は期待している部分があるんですよね。バイスから一気の契約は力を貸すと記憶が消える、一気からバイスの契約は俺の言うことを守れ、なんかこの2つの契約で問題が起こる展開とかあるんちゃうかなというふうに思ったんですよね。例えば一気がバイスに俺の記憶を消すなと言えば、契約上バイスは言うことを聞くしかないですよね。でもその時にバイスの力を借りてる状態ならどうなるのかっていう問題なんですよ。本来記憶を消さないとあかんけど、一気との契約上一気の言うことを聞くなら記憶は消せないですよね。でもバイスの契約上消さないといけない、ここで矛盾が生まれてきそうな気がするんですよね。そして一気が記憶を戻せと言えば、これ結構簡単に記憶戻るパターンってありえるんちゃうかなとか思ったりもするんですよね。まあそんな簡単なことはないかとは思うんですけど、ここちょっとなんか期待できそうなポイントなんちゃうかなというふうに思いました。さあ次回、井本さんが言っていた衝撃の48話なんですが、どんな衝撃が待ってるのか、ちょっとね皆さん心の準備ほんまにしときましょう。今回マジで衝撃しすぎたので、次どえらいの来そうな気がしております。僕はどうせまた泣くんやろうなというふうに思っています。ということで、まあ今日はここまでにしておきましょう。まだまだね気になるところはあるんですよ。あの牛島家のシミとか、あれかなり気になりますよね。ということでですね、また時間があればその動画もね出していきたいなというふうに思っております。ということで本日はこちらで以上です。また次の動画でお会いしましょう。ほな。先日のですね土曜日日曜日はこのコスプレのイベントにね参加してきたわけなんですけれども、いやここではね本当にたくさんの出会いがございました。その模様はですねセカンドチャンネルニヤニの自由時間のコミュニティの方で画像をどんどん出していく予定なので、そちらのチャンネルの方も登録よろしくお願いします。